味噌かってなんだかワクワクするわね。うん、その気持ちわかるな。小さい頃大晦日だけは夜更かししていい特別な日だったの。年越しそばを食べて普段見られない時間のテレビを見て除夜の鐘を聞くとなんか大人になったみたいでドキドキしたよ。除夜の鐘、新年を祝う儚い音色のことだね。あー、いや祝ってるわけではないんじゃ。え、そうなの？じゃああの鐘って何のために鳴らすんだろう。確か煩悩を払うとかそういう意味があるんじゃなかったっけ。煩悩？煩悩っていうのはあれが欲しいとかこうなって欲しいとかの欲っていうか、つまりお願い事ってことね。なるほど、新しい年に願いと祈りを込める儀式、つまりそういうことだね。いや、それは違う。ん？違わないのかな。私はココロちゃんのお願い事って考え方素敵だと思うな。お願い事や叶えたい夢があると人って頑張れる気がするから。じゃあはぐみたちもお祈りしようよ。みんなのお願い事が来年は叶いますようにって。ああ、みんなで願えばきっと叶うはずさそうね、世界中みんなのお願い事が叶いますように。来年も世界中に笑顔があふれますよ。